小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。なんとですね、うちのチャンネル登録者2000人突破したらしいです、ね、あ嬉しいですよね、まあ、嬉しいんで何かやろうかなとも思ってるんですけど、なかなか2000に関わることまでなんか思いつかないんですよ、まあ、あんまりそんなにあんまり数字にこだわるっていうのは僕はあんまりせん方やからな、なのでまあ何かやろうと思うんですけども、まあ、もし、ね、やらなかった場合はライブにやろうと思いますけども、はい、まあ、皆さんなんか2000人記念でやってほしいネタがありませんか？まあ、コメント欄に書いてくれたらもしかしたらやるかもしれません。まあ、2000人記念とい う,、うん、いうような動画としては微妙かもしれないですけど、荻野恵子さんお願いします。あ、先日この間四谷怪談の中で、深作との話が出たけども、荻野恵子ちゃんはもともとその子役から出てる人やからね。あ、子役なんですね。ひまわりっていう劇団。あ、劇団ひまわり有名ですね、うんうん、あそこから出てるから、なんか12、3ぐらいで出てるんやろな。なんか宮野真守もいます、うん、それから最初なんか僕らでは NHK に You っていうあの若者向けの番組があって、それに出てたようなな。それからなんか最初のは爽やかなイメージっていう感じやったから、だから荻野目恵子のマンションで、映画監督が自殺したっていう話があって。そんな話あるんですか？でこれがあのフジテレビの、ま、最初演出やって、でその時に まあ荻野目はまだ20歳前後やろな、まあ、ひまわりっていう劇団で、に入って、で子役から出てきてんやけども、もうすぐ12歳で帰ったんかな。で14歳の時に、奇跡の人っていう舞台、これは向こうでものすごい舞台として流行ったミュージカルか なんかあのブロードウェイかなんかで流行った舞台の、それを日本へ持ってきた時の、それ あのヘレン・ケラー役の主役、あ、ヘレン・ケラー役やな、それに抜擢されてんな。そうですな、うん、でこれがあって、そのあとはその NHK なんかに出てて、で僕らは You っていう番組をちょっと見てたけど、若者向けのちょっとあのガヤガヤとみんなの意見聞いたりするような、そういうの司会やったかな、そんなんでなんかあの出てて、まあ割と爽やかな感じがあったんやけども、それがフジテレビの、幕末グラフィティっていう前映画で、ドラマやな、あので、福沢諭吉かっていうのに出たんやけども、それで、ね、そのフジテレビの入った河合義隆っていう人が演出に携わったわけな、でこの時に知り合うてんねんな、監督と。でこれはその後にその幕末グラフィティ坂本龍馬っていうのが同じようにやって、これが坂本龍馬好きにものすごくなった、武田鉄矢が主演した、その幕末グラフィティ坂本龍馬っていうのの、これが初監督ね、その河合義隆中、でその河合義隆中のがその後にその荻野目恵子のマンションで自殺してるわけ、首吊り自殺。えらいことじゃないですか、だからものすごい話題になったスキャンダルとしてな。それはもういろんな憶測が出ますからね。その時がもう5年月を出たっていうことが分かったわけだな、だからもうそのそれからその最初のまだ河合が初監督する前のグラフィティ福沢諭吉っていうのの時から付き合いがあったんやなっていうことで、それでもうえらい若いのにすごい不倫関係や。どっちが不倫関係なんですか？河合は結婚してるから。あ、なるほどなるほど、男の方が不倫なんですね。だから男の方がその不倫のことで悩んだんかなんか知らんけども、とにかく荻野目のマンションへ行って、そこで首吊り自殺してるわけ。それももう当てつけの自殺に思えてしまいますよね。まあ言うたら、まあ、分かんないですよ実際は。だから どうなんかその別れてくれて言うたんかどうか知らんけども、とにかくそこで自殺してるわけね。まあどちらにしても憶測がひどくなりますね。それからちょっと干されかけたんやけども、でその後にその深作が自分の映画に誘ったわけな。ああ、この前の話でね。ほんで結局その後もずるずっとその深作とずっと付き合いがある。今度は深作さんね。ほんで深作っていう人は中原さなえっていう昔結構売れた映画女優があって、それを奥さんにしてて、で結局その人は
あの最後までその不倫知ってたやろうけども、うん、あの最後まで分かれへんだ。あ、うん、で一番そのすごいのはその深作が癌になって、ええ、それの治療で、うん、放射線治療を勧められたわけや、医者に。その時に結局放射線治療すると、うん、前立腺がんやったかな。ほんで放射線治療すると男の機能がダメになるという話があって、それからそれをあの絶対拒否したわけ。深作が。それからそれで結局死んだわけやけども。あ、うん、だから最後の作品がクロックタワーでした。うん、深作っていう人はまたもういろんなものにあの出てるからな。あの映画だけなしに最後はゲームですか。ゲームな、ね、うん、ほんであの深作って人は割と器用な人で、器用な人というか、うん、予算をあんまり使わないようにして、うん、でちゃんとあの期間も守ってという、うん、あの有名な黒沢みたいに、うん、もうめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ金つこって自分が満足できるまで映画撮るとか、うん、そういう態度はしないと。なるほど。それだからそんでそういう監督に対して、うん、そういうやつらが結局映画をダメにしてるってことね、うん、結局映画産業が不振になったのはそれやっていうようなということは、うん、仁義なき戦いもお金あんまり使ってないんですかね。だからそう割とそあの予算がね少のでやれてるわけやな、バトルワイヤルも、うん、それから逆に喜ばれたな映画会社からは。 それからどん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 仕事が来る。結構話題作も多いしね。でそれあのこういうの作ってほしい言われたら、うん、前にも言った四ツ谷怪談のあれがリベンジや言うたんは、うん、あの忠臣蔵の時に不満な作品やったけども、うん、映画会社から要求されて、うん、その通り撮ったわけや。あの中村金之助は、うん、あのキラコウ漬けの助の役は嫌やって言って頑張って、だから上の人の言うことを聞くから仕事も多いと。そうそうそう。だから その代わり それは何かの形で、うん、次の作品に生かすみたいなとこがあってね。まあ次に生かせるのはいいことですよ。うん、だからそういう点でやっぱり意欲的な人やし、あ、うん、だから仕事もいろんな方面多数にこなせたっていうことやわな。なるほど。うん、だけどそういうなんで、その時にその知り合った結局荻野目恵子と死ぬまで結局最後まであれやったわけな。うんうん、ということは荻野目恵子。だから荻野目恵子っていうのがね。うんうん、言うたら魔性の、はい、もう今それ言おうとしたんですよな。実際そうなんでしょうか。ほんでな、これがな、うん、僕はあのさっき奇跡の人のに抜擢されたち、ええ、奇跡の人に抜擢された人で、うん、はあの大竹しのぶがおる。ああ大竹しのぶな、うん、でこれは大竹しのぶはあのさんまと結婚したけど、さんまと結婚したのはあの男女7人ね、恋物語かなんかむちゃくちゃ流行ったドラマがあるやん、ええ、あれで共演した時に、うん、子供できたからって言ってますね。ほんでな、大竹忍っていうのはそのさんまと別れてからでも、もうとにかく共演した人とはみなあの相手が男の方が好きになるっていうタイプね、うん、まあ演じてたらそういう気持ちになるかもしれないですね、うん、ほんであの一緒におるとね、そういう気分になるっていう女人っていうのはあるやん、うん、それがやっぱ魔性なんだよな、うん、それは僕らも色化にかかったら食いついたかもしれませんね。そうそうそう。だからそういうあの気があるような感じでな接してくれたら、ね、その気になるやん。まあ、そういう人がどうかいっぱいいますよね。だ、うん、からそういうたちの人やな。うん。うん。だからあの麦の実なんかの僕はそこから知らんかった。これはあの今のなんて YouTube とか、うん、あのなやなあのこれ投稿のやつ。ブログとか、ブログとかそんなんで知ったんやけども、あの大林信彦って知ってるやろ、あの、時をかける少女、まあ有名作ですよね。あれで尾道も有名になったし、ええ、尾道三部作って言って、尾道自体がもう映画の聖地としてものすごい、うん、あの観光地としてもアニメでもヒットしました、うん、あの脚光浴びたけど、うん、これの一番はあの大林信彦やな、加納功労。この大林信彦のね書いた 本がね、うん、古本屋に出ててね、うん、でそれを買うた人が、うん、中見たら、うん、結局あの荻野目恵子にあげてるわけやな、その本を。お、大林が。大林が。ほんで今晩は最高でしたとか言って書いてあるっていう。それってそういう嫌味で書いてるんじゃないかな。これがそやから、うん、あの他のやつが、うん、
書いてる。せやけど映画関係の人がたまたま古本屋で買うた本に、うん、その荻野目恵子様、うん、こんばんは、今夜は最高でしたっていうか、書いてあげてる。で結局それが事実としたら、荻野目はそんな本もいらんから古本屋売ってるっていうことやな。それもあるけども処分してるっていう。そんなものを本屋に出して売るかなと。え、そんなもん、だからそんなもん書いてあるっていうことも読んでないんかも。ああ、なるほど。もうその辺はさすがにちょっと怪しいなと思う。だからこれがどの程度のあれか知らんけども、うん、とにかく一般の人やなしに、うん、映画関係者がなんかのとこで書いてるらしいっていうこと。ああ、でも本当なんだか、どこら辺までな、ほんまやしんけどな。うん。うん、まあ、さっきの一時はその消されかけたんが大林信彦の映画でまた出てきてるっていう。なるほど。しかしそう考えると、うん、なかなかしぶとい魔性の女ですな。なんかまあ今はなんか一般人と結婚してるらしいけど。あ、そう、そうなんだ、うん。すごいですね。また他のお医者さんと。あ、今なんかこんなやったらすぐ干されて終わりでしょうけど。うん、なかなかさから結構おおらかな時代だったんですね。それと、うん、女の方が強いっていうことやな。まあ、うん、いろんな意見があると思うんですけど、まあ、皆様はいかが思われますでしょうか。うん、コメント欄にいろいろ書きくださいませ。あ、2000人突破したのは皆様のおかげです。ありがとうございました。2000人記念動画やるかやらないかわからないので、まあこういうのやってほしいというのがありましたら、これが2000人記念。いや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 、それもどうかと思うんで、まあ2000人記念やってほしい方がいらっしゃいましたら、これやってということをコメント欄に書いてくれると嬉しいなと思います。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。